止まんの方なんですが、これは有東の2000本安打、それから福本の三塁打新記録、こういったところを中心にいろんな記録も出ました。そして落合がブームはの去年のあの三冠を阻止するかということ、ところがその落合がぐんぐん三冠に向かって進んでいく、さらにそれをデイビス、リー、ブーマーといったところが追っかけますね。秋山も打ちました。こういったところの熾烈なバットマンレースも見事なもんでしたね。7月11日、ロッテの有藤はプロ入り17年目にしてプロ野球史上20人目の2000本安打を達成した。現在1999安打、あと1本で2000本安打達成であります。さあ2000本安打達成なりますか。有藤、星野第2球を投げました。レフトの線、これはどうかな。わずか入りました。2000本安打達成。レフト線ギリギリいっぱい。有藤は思い切ってセカンドまで達します。ツーベースヒット。プロ野球史上20人目2000本安打達成であります。プロ入り17年目、38歳、今万歳をして一塁側からの応援に応えております。嬉しそうにこの花束を受け取ります。2000本安打見事に達成いたしました。ツーベースヒットで2000本安打達成であります。7月26日、阪急の福本は107本目の三塁打を放ち、三塁打日本記録を達成した。また9月17日には史上4人目の1500得点も達成、通算盗塁の日本記録を持つ俊足福本らしい大記録である。外人勢ではロッテ在籍9年目のリーが10月1日21号ホームラン、歴代通算打率の規定打数4000打数に到達し、通算3割2分4厘で若松を抜いてトップに躍り出た。一発のパワーでは去年のブーマーに匹敵する近鉄のデイビスは6試合連続ホームランのパ・リーグタイを記録するなど大当たり。ホームランは40本の大台に乗せ、打率も3割4分3厘とハイアベレージをキープ。落合の陰に隠れた感もあるが、その強打は相手チームのピッチャーを震え上がらせた。デイビス選手、今シーズン第26号のホームランでございます。去年の三冠王ブーマーは前半やや出遅れ、去年と比べるとやや印象の薄いシーズンに終わったが、ホームラン34本、打率3割2分7厘、打点122と3部門とも安定した成績を残した。西武の新星秋山は5月に月間16ホームランと大当たりで月間 MVP を受賞。打率こそやや低かったものの、23歳、王と並んで史上最年少の40号ホームランを記録、西武の優勝に大きく貢献した。私は花から行きたいですから。だからね、意外と給料上がんないもん。バッティング部門の話題を独占したのがロッテの落合。9月18日、地元秋田で3打席連続ホームランを放つなど、持ち前のバッティングセンスでホームランヒットを面白いように量産。ホームラン、打率、打点の3部門で2位以下を大きく引き離して、57年に次いで2度目の三冠王をほぼ確実にした。戦うのはもうね、間違いないと思ってますから。大丈夫でしょ、ここまで来れば。次々と記録を更新する落合は、10月1日には球団新の44号ホームラン、10月18日には136打点のパ・リーグ新記録もマーク。19日にはついに大台の50号ホームランを放ち、113得点のパ・リーグ新を樹立。ホームラン50本を記録したのはパ・リーグでは野村以来22年ぶりという快記録で、目前に迫った三冠王達成に花を添えた。今年も
去年に続いてペナントレースの盛り上がりはありませんでした。これは例のプレーオフのせいなんですね。これが来年はなくなるということです。きっと面白いペナントレースが来年は展開されることでしょう。